はい、FBS メンターガイドモットと言います。よろしくお願いします。指原さん、はい、後ろ電光掲示板をご覧いただいて、はてなマークが入っています、はい。これを見て、今どんな気持ちが巨大しますか？いや、ぶっちゃけ実はまだ実感がなくて、これを見ても、うわこれを見て私がここにとは実はまだなってません。総選挙は多分メンバーみんなそうだと思うんですけど、その場についてあの緊迫感があってやっと来たなって感じなので、これを見ても、うわすごいサプライズ感があって楽しみだなって感じ。あの指原さんにとっては、まあ、見慣れている西鉄のバスだと思うんですが、はい、こんな風にしてもらえるっていうのはどうですか？そうですね、あの HKT48 メンバーとしてすごく嬉しく思います。地元の方に少しでも愛されればなといつも思っているので、こうやって愛されている印というんですかね、まあ、ちょっと自意識過剰かもしれないんだけどすごく嬉しいです。そして柏木さん、はい、初めて、今までは私は後ろからでもいいと言っていた柏木さんが1位を取りたいという宣言をしました。この辺の気持ちの変わったところというのはどういうところなんでしょうか？そうですね、もう今年7回目になりますし、刺激を受けて、もちろんサッシーとかマユユとか同じチームで活動してたメンバーの1位で輝いてる姿を見て刺激を受けたのもそうですし、今年はもう自分で宣言して自分を追い込んで、でもこうちょっと戦おうかなと思って、しかし周りを見ると HKT のメンバーばかりです。そうなんですよ、場所はヤフオクドームです。今日何メンバー？今日私なんだどうでしょう、アウェー感みたいなものは。ああそうですね、今のところメンバーの中ではそういうのはあまりないんですけど、いざ会場ファンの方がやっぱり HKT48 のファンがの方が多いんじゃないかなってすごく思っているので、うん、楽しみなところとちょっと不安な部分もあります。初効果なので盛り上がればいいなと思って期待をしております。まだいいですか、宮脇さくらさん、はい、ファンの間では神セブン入りではないかと、うん、いう声も高く上がっています、はい、どういうふうに感じていらっしゃいますか？今年の総選挙目標は神セブンだったので、その目標を達成できたらいいなと思うし、やっぱり HKT の本拠地である福岡で開催なので、より多くの HKT メンバーがランクしたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。もともと同じチームで、はい、渡辺さんも含めてその3人でこう、まあ、いわゆる三強を形成しているような状況についてはどうですか？昔だったらありえないよね。本当にありえないし、3人中3人がネクラっていうんですよ。バレてる。3人中3人明るくないのがその3人のすごいところだなって。チームの時からさ、別にさ、イエーイみたいな感じなかったもんね。もう端っこ、端っこチーム、うん、今考えたら華やかな世界に入りましたね。嬉しいです。中谷さん、どのだけこのところがネクラだったの？なんか、まあ、ネクラって言ったらあれだけど、人と喧嘩絶対しなかったし、チームの中でも若い時って喧嘩しがちじゃん。だけど喧嘩しなかったし、ずっと携帯いじってるし、3人ともひどくても早いよ。早いずっと携帯いじってるんで確かに。まあね、今日も雨ですね。柏木さん、また降りました。勘弁してよ。今日は本番じゃないから。すごく雨女なので。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、いい方でドライブ。どういうことでございますか？いい方じゃない、恵みの雨です。あ、なるほど、ね、どういうこと？屋根あるからね。ただ柏木さん、明日晴れ予報なんですけれども、はい、明日晴れですか？自身にとってみたら雨の方がいいんじゃないですか？いや、そんな、もう基本的にやっぱこういう風に責められるのでね。今日で良かったなと思って。確かに。すみません、1週間ぐらい前になんか柏木さんと指原さんがなんかずっと2人で1日話して、昨日もいました、昨日と、はい、こう、まあ一応速報では1、2位だ。どういう話をしてる？1ミリもしてない、全然しない。今日もしてないよね、昨日もしてないよね。それはむしろなんか意識しちゃうから全然もう多分メンバーみんな総選挙の話しないよ、ね、意識とかじゃなくて、多分立たないと緊張感が出てこないというか、立ってやっと総選挙が始まる感じがするので、昨日の人は何の話？焼き鳥の話しちゃう。焼き鳥の話。福岡の皮が美味しくて
て、あの鶏の皮が、焼き鳥がを食べに行って、それが美味しかったって話をしたんです。なんで、何話してんだろうな。そうですよ、昨日も結局3時間、ご飯食べたのが3時間、2時間もいっぱい喋って、ずっと2人でいたよ。結果の、何も覚えてないし。そうそうそう、意味あることは喋ってないです。お互いのことはやっぱりよく分かる。特に最近は。あ、すいません、あのドームといえば野球の日本シリーズとかで結構、まあ、監督とか胴上げされたりすると思うんですけど、あの柏木さんと指原さん、まあ、物理的にどうできるかどうかはまあ別として、1位を取ったら胴上げされてみたいなっていう願望はあります。あ、されたいです。確かに、お願いします。お願いします。そうだよ、そうしなきゃいけない。みんなね、そうそうそう、落とすでしょ、先に。みんなこうやって、やってほしい、やってほしい、やって、やって、絶対やって。なんで？人数で。あ、人数で。全然。いや、それしょうがない。それでも48人はそもそもいるわけだから。それが減っても問題ない。参加したい人が参加する。どうしよう、来なかったら。一人でもこういう感じで。一人でもお姫様になるよ、とりあえず。お願いします。してほしい。柏木さん、どうですか？私も仲間いないから。でもなんで、私は NMB のメンバーも多分。あ、そっか、そっか、 AKB の若い人も嬉しい。そうだね、サッシーが一人だ。誰が？サッシーが一人でやってる。やだよ。なんでよ、やだよ。嬉しい。やだよ。じゃあ分かった、そんなに欲しい。あ、ベルキリンがなったら私がこうやってやります。お疲れ様だ。こうやってやる。柏木さん、あの、はい、柏木さんの水着コンサートに対抗する1位を取った際の公約はなんか決まりましたか？この人が変なことを言うんですよ。ゆきりんは1位だったら全裸でコンサート。本当改めて。なんで？なんで？葉っぱ、葉っぱ、葉っぱ。どうしようかな。でも1位だったら葉っぱ取るかな。楽しみ。どうしよう。このハートで隠す。2名。それはあくまでも1位になってからじゃないと発表しない。だって何が思いよっても投票期間も時間終わりし、だったらもったいないみたいな。楽しみ、何なんだろう、ね、楽しみ。裸じゃない。楽しいでしょ。どう処理する。柏原さん、おっぱいマッサージの効果出てきました。あ、セクハラですよ。でも効果あるじゃないですか。なんで、あれ気持ちね、気持ちの問題。はい、気持ちだって。ノリでやってライブか。そう、1位になったら一緒にやるの。何よ、何すぎて意味が分かんない。なんで2位とか3位とかある。ゆきりおめでとう。おかしい、やだ、おかしいでしょ。やだ。HKT の皆さんは地元、自分たちの地元でこう選挙をした実際起きるってリハーサルとかして、はい、なんか実感は湧いてる。でも劇場がすごく近くて、いつも身近に感じている場所で総選挙ができるってことで、すごく嬉しい。はい、メルちゃん友達いっぱい来るんでしょ。そう、いっぱい来ます。35人くらい。ちなみに親御さんや友人が見に来るという方はどのぐらい？うわ、みんなじゃん。みんな来るじゃん。まあ、柏木さんも指原さんもみんな九州ですけど、その九州のまあ魅力というか、せっかく全国を見るから。なんと言っても、本当にベタで申し訳ないんですけど、ご飯が美味しすぎて、昨日も行ったし、今日のお昼もリハ、私1時間ぐらい空きあったんで、ダッシュで、ね、ラーメン食べてきたもんね。そうなの？ね、急いで、ね、ちょっとでも時間があったら美味しいもの食べたいなって思うぐらい、ぜひ食い倒れの旅をやってほしいなと。可愛いよ、なんかも多いしね。あ、多い。道
歩いてたらみんな可愛い。最初に聞こえてなかったよ。ありがとうございます。いや、そうなんですよ。ああ、いいですね。そうすぎて、ごめんとかないから。